きげんよう、さおりです。はい、今日は以前からたくさんリクエストをいただいていた私が持っている靴をご紹介したいと思います。今日ご紹介するのは今のシーズンに合わせて秋冬に私がよく履く靴をご紹介したいと思います。ご紹介するのはパンプス、ブーツ、スニーカーとか、あとブランドも GU みたいなプチプラのものからハイブランドのものまでいろいろとご紹介していきたいと思います。じゃあ早速ご紹介したいと思います。まずは一番ベーシックなアイテムからご紹介します。プラダの黒パンプスです。はい、もうねこれはいつから履いてるんだろうな、大学生の頃から履いてるのでもう 7,8 年ぐらい履いているパンプスです。ヒールが7センチでちょっと高いのとピンヒールなのであんまりしょっちゅう履くわけではないんですが、何かお出かけの時とかに履ける黒いパンプスでいいものが1個欲しいなと思ったので購入しました。私はエナメルよりもスウェードの方が好きなのでスウェード素材の黒にしています。これは本当定番の形なので毎年出ているものだと思います。ヒールの形とかもとっても綺麗なんですよね。そうなのでお気に入りです。はい、あとパンプス、こちらフラットのこういうパンプスです。これはザラのものです。私基本的にパンプスはほとんどポインテッドのものです。ここのつま先がスウェード調で、ここがねメッシュ素材になっているもので、これは去年購入しました。とても可愛いと思ってこういうデザイン好きなんですよね。黒パンプスってどうしても普通の印象になりがちだと思うんですけど、かといってなんかこう飾りがついてたりするといろんなお洋服に合わせにくかったりすると思うので、こういう風にねこう素材感が違ったりとかそういうデザインが入ってるものだと割とこういろんなお洋服にも合わせやすいと思うのでとてもおすすめです。はい、そして次はこちら、これは GU のフラットシューズです。でアンクルストラップ付きのタイプで、これはね今年の秋冬のものでまだ店頭にあると思います。でねこれとっても気に入って最近よく履いています。私はこのオリーブのカラーにしたんですが、あとベージュ、黒、ボルドーもあって、追加でベージュ、黒も欲しいなと思うぐらいとっても気に入りました。なんといってもやっぱり履きやすくて疲れないし、パンプスだとかかとがスポッと抜けちゃうタイプなんですけど、まあ、アンクルストラップなのでそういう心配もなくってすごいストレスフリーで履けるのでとっても気に入ってます。で形はポインテッドなので足がとても綺麗に見えたりもするし、オリーブのカラーって結構お洋服がベージュ系の時もブラック系の時も意外と合うのですごい万能カラーで好きで購入したんですが、でもすごい良かったからせっかくだから黒とベージュも買おうかなと思って、はい、結局ね全部買いそうな予感がしております。こういうシンプルなのだと本当オールシーズン履けるからいいですよね。でここのね内側もあのマシュマロシリーズなのでクッション性がすごいあってとっても履きやすいです。はい、そして次はこちらファビオルスコーニのパンプスです。これはねこんな感じ、5センチヒールかな、これどのぐらいだろう、そうあんまり高くなくって履きやすいです。これはね確か一昨年ぐらいにあのアプリのロコンドで購入したんですが、でもねその時もセールになってたからもしかしたらもっと前のものなのかもしれないです。でもねこの色にも一目惚れして、もうねその時店頭にはもうない色だったので、ネットで 1,2 万する靴買うのってちょっと初めてだったんですが、もうねこの色が好みすぎてこの時は購入しました。でこれもスウェードなんですけども、色がねなんか絶妙な、まあ、多分グレーなのかな、でもちょっとベージュっぽい感じですごい絶妙なのでいろんなお洋服にこれも合わせやすいです。でもシンプルなだけじゃなくてこういう風にちょっとバックルっぽい感じのねもついてるのでポイントになってとってもお気に入りです。ファビオルスコーニって、まあ、ちょっと高いけどでもハイブランドほど高くなくって、でデザイン性があって足がスッとね長く綺麗な形に見えるような靴が多いなと思っていて、もうちょこちょこ私もチェックしています。はい、そして次はこちら、こちらがランダのパンプスです。ブラウンのカラーですね。これも2年前ぐらいに購入しまして、とっても履きやすくってかなり履いています。ランダの走れるパンプスみたいなシリーズだったと思うんですけど、今年はね確かブラウンのカラーなかったんですが、同じシリーズは今年も出てるのでぜひチェックしてみてください。あとお気に入りポイントはこのつま先が完全にポインテッドではなくてちょっと丸くなってるけどスッとしてるので、つま先が窮屈になりすぎずでも足先が綺麗に見えるっていうね絶妙なラインだと思うので、なので履きやすさと見た目の綺麗さが両立できるパンプスかなと思っているのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてパンプス系最後こちらです。パイソン柄のパンプスです。パンプスというかローファーなのかな、
なんかこういうフラットシューズです。これはねハワイで30ドルぐらいで購入した靴プラの靴で、まあ、どこのかもよくわからないんですが、パイソン柄の靴っていうのがとってもおすすめです。個人的にはパイソン柄だとちょっとね強い印象になるので、ピンヒールのものとかっていうよりはこういうフラットのものとか、あとはチャンキーヒール、太いヒールのものとか、まあ、どこかにちょっとカジュアル要素を入れてあげた方が強めにならなくていいかなと思います。はい、そして次ブーツです。こちらグッチのブーツです。こちらですねまだ動画でご紹介してなかったんですが、この間アウトレットに行った時にグッチで購入しました。デザインがとてもベーシックで長く履けそうだなと思ったのと、まあ、こういうのをすごく探していたので、私なかなかないんですけれども、この時は即決をして購入しました。多分グッチのブーツって普通に買うと15万前後すると思うんですけれども、アウトレットなのでなんと6万円で購入できました。ずっと大切に履こうと思ってね、はい、購入しました。特にねこうグッチみたいな感じのロゴとかは入っていなくって、ここのねバックルのところによく見るとほんとちっちゃくグッチって書いてあるとかそう、ここの部分にもちょっとグッチって書いてあるとか、それぐらいなんですけれども、長く使えそうだなと思って。でブランド物の靴買う時って、まあ、せっかくブランド物だからって思って足が綺麗に見えるようなハイヒールのものとかを選びがちで、最初にご紹介したプラダもちょっとね普段たくさん履くにはヒールが高くって、履いていく日は少し覚悟が必要なんですよね。足が痛くなるかもしれないからっていう経験があったので、今度ハイブランドの靴買う時は足が綺麗に見えるかよりもたくさん履けるかどうかを重視しようと思って、そう学んだので、今回はかなり低いヒールのものにしました。すごい履きやすいです。その分やっぱりどうしてもねスタイルアップ効果はあまりないですけれども、せっかくいいものなので普段からたくさん履きたいなと思いまして、実用性を選びました。はい、そして次はこちら GU のブーツです。こちらは今年のデザインなんですが、もしかしたらもう売り切れてしまってるかもしれないです。ストレッチなんとかブーツっていうので、去年も同じようなブーツでブラウンを購入して、もうねくたびれるほど履きました。でその時に色違いの黒も欲しいなと思ったらね、もう売り切れてしまっていて、去年は買えなかったので今年リベンジをしました。デザインは多少違うんですけれども、もうこれもかなり履きやすくってとってもお気に入りで、早速もう何回か履いています。ヒールが太くてとっても歩きやすくて全然疲れないのと、あと足先がちょっとスクエアになってるのがトレンド感があってとてもおしゃれだなと思います。でこちらが今の GU のブーツの、まあ、去年のバージョンのものです。で去年はブラウンを購入して、これも今年もたくさん履いています。はい、そしてブーツは以上で、あとスニーカー2点です。ちょうど1年前ぐらいに購入したアパレルブランドのエミとニューバランスのコラボのスニーカーです。ベージュで可愛いなと思って購入しました。去年から引き続きベージュブラウンのワントーンコーデとかがとっても多いので、そういう時によく履いたりしています。あとこちらコンバースのスニーカーです。コンバースネクスターっていう普通のコンバースよりちょっと軽くて安いっていうラインなんですけれども、まあね私コンバース初心者なので全然これでいいかなと思って購入したんですが、すごい使いやすくてしょっちゅう履いています。こういうねニューバランスとかこういうタイプに比べてこうすっきりしたシルエットなので、私の体には結構こっちの方が合ってるのかなと思っています。まあ、白いスニーカーは本当ね合わせやすいですね。綺麗めなコーディネートにもマッチしてくれるのでとてもお気に入りです。はい、という感じで私が持っている靴のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。もし今回の動画ご好評いただけていたら、シーズンになったら夏バージョンも撮りたいなと思います。サンダルとかね、そういったものもご紹介したいなと思いますので、ぜひ良かったよと思っていただけた方は高評価よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。